リー男爵は、イギリスの男爵、貴族。これまでに二度創設されており、一期目は、イングランド貴族として、二期目は、連合王国貴族としての助爵である。いずれも、リー家に対するものであり、後者が現存する。男爵家の邸宅、ストーンリーアビー。ボリックシャーに所在。初代男爵、トマスリーリー家の歴史は長く、 16世紀中央にまで遡ることができる旧家である。一族のサー・トマス・リーはロンドン市長を務めた商人であった。その彼の次男にあたるトマス・リーは1611年にイングランド順断尺として順断尺に除された。その息子である二代順断尺トマスはイングランド内戦期において騎士党の政治家として活動した。 彼は1643年に、イングランド貴族として、ウォリック州ストーンギーのリー男爵に、昇る爵した。初代男爵は息子に先立たれていたため、その孫のトマスが二代男爵位を襲った。以降も二代男爵の系統で続いたが、彼のひ孫にあたる五代男爵エドワードが生涯、未婚のまま死去したため、男爵位と純男爵位は廃絶となった。現存する、リー男爵家は、 詩人シャンドスリーが1839年5月11日に連合王国貴族としてウォリック州ストーンギーのリー男爵に上されたことに始まる。初代男爵、シャンドスは戦術のサートマスリーの長男、ローランドの子孫にあたっている。二代男爵ウィリアムは数密顧問官やウォリックシャー党官を務めたが、長男のギルバートが狩猟中に事故死したため、 彼の孫のフランシスがその後を襲った。三代男爵フランシスには子がなかったため、おいのルパートが爵位を相続した。以降は四代男爵、ルパートの系統による男系継承が続いており、彼の孫にあたる六代男爵クリストファーが元当主である。一族の邸宅は、ウォリックシャー州ケニルワース近郊のストーンディーアビー。男爵家の家訓は、すべてのものは神に由来す。 爵位の推定相続人は、元当主の息子であるルパート・ダドリーリー閣下。ありがとうございます。